皆様おはようございます。おはようございます。ご指名がございましたので公明党を代表して質問をさせていただきます。改選後初の代表質問ですので公明党の所信の一端を申し上げます。先般行われました統一地方選挙の最大のテーマは地方再生であります。日本は2008年をピークに人口減少社会に突入しました。少子化高齢化が急速に進んでおり、このままでは2050年には人口9700万人、2100年には5000万人になるとの推計もあります。人口が減れば経済活動も縮小し、社会保障の担い手も減り、私たちの暮らしを今のまま維持することが難しくなります。まさに対策の具体化は待ったなしの状況であります。これから高齢化が急激に進む都市部と、すでに人口減少が始まっている地方部では、抱えている課題、打つべき対策は全く違います。今までのように国が全国一律の対策を講じていくのではなく、地方が主役となって知恵を出していかなければこの問題は解決できません。この地方再生の担い手を選んでいただく重要な選挙であったと自負しております。雇用の場の少ないところではその地域独自の強みを生かして新しい雇用を作り、若者を呼び込む。高齢化に対しては医療や介護を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築を進める、防災・減災対策を進める、こうした難しい課題に全力で取り組む地方創生の担い手として働く地方議員の存在が今こそ大事になってきます。地方政治というのは、住民が首長と議員を選ぶ二元代表制の仕組みを取っております。首長の権限は大変に強く、独断で行政を動かしていくことが可能です。しかし、首長の対応をチェックし、お役所仕事になりがちな行政に対して、現場の生の声を届け、多様な民意を反映させるために、地方議会の存在が極めて重要であります。昨年、結党50周年を迎えた公明党ですが、私たちの諸先輩が初めて政界へ進出したのが、昭和30年の統一地方選挙でした。以来60年、公明党は大衆とともにとの立党精神のもと、現場第一主義を貫き、真面目に地道に皆様の声を政治に届けてまいりました。国、都道府県、市区町村に約3000名の議員のネットワークを持ち、学校耐震化の推進、児童手当の創設など、さまざまな成果を生み出してまいりました。今、地方議会に必要とされているのは、住民お一人お一人の小さな声を聞く力、実行力、実現力を備えることであります。私どもはこの公明党の立党精神の体現者として、また歴史と伝統ある塩尻市議会の一員として、人に光を当てた地方創生を実現すべく努力してまいります。それでは通告に従い質問させていただきます。1、区行政について。1、課題の洗い出しと検討の仕方について。共同のまちづくりというキャッチフレーズが登場してから久しく、第4次塩尻市総合計画の柱でもあり、第5次総合計画にも謳われているものであります。共同のパートナーとしての地域コミュニティは中でも最大の組織であり、その強化充実は地方創生にあって最も大事な基盤となるものであります。そのニーズは多くの関係者の共通理念でありながら、現実の地域を見ますと、高齢化や価値観の多様化により、強化どころではなく、現状維持も困難だとの声が聞かれます。現状の問題の洗い出し、持続可能なコミュニティの構築を検討する時期に来ていると思われますが、お考えをお聞かせください。2、条例等の整備について。前段の課題整理のため、重要な役割を担っていただいている行政連絡庁について、令規上どのように定められているか確認をいたしました。結論から申し上げますと、昭和48年に定められた行政連絡庁設置規則しかなく、膨大な仕事を依頼する根拠とは思えない内容で、責任や権限、委嘱するべき業務の内容など、何でもありのような規則となっております。一例としてお聞きしますが、第1条に、市行政の円滑な運営と的確な浸透を図り、かつ行政区域内の
連絡調整に資することを目的として、市長の定める区域に行政連絡庁を置くとあります。まず、行政区とは何か、用語の定義がありません。そして、市長の定める区域とありますが、市長が定めた区域の表示がありませんが、なぜなのかお答えください。もう一つ、区域の指定でありますから、どの区域か明確ではありませんが、行政連絡庁手当の算出基準も、住民基本台帳の世帯割が基準となっていることと考え合わせますと、その区域に居住する塩尻市に住民票を有する者が、行政連絡庁が委嘱された仕事をする対象者であり、自治会組織である区に加入しているかどうかは関係ないと読めますが、それでよいかお答えください。2、東山霊園について、括弧1、合葬墓の具体化について、3月定例会において山口議員の合葬墓についての質問があり、27年度管理運営方針の策定、28年度建設、29年度供用開始という答弁がありました。今回はもう少し具体的に、形態、対象者、利用料など決まっておりましたらお答えください。また、身寄りがなく墓地もない方の無縁墓地がありますが、これとの関係はどうかお聞かせください。括弧2、施設整備計画について、東山霊園の整備につきましては、市民の墓地需要に対し、区画の造成等を行っていると承知をしておりますが、地形が急峻であることなどから、墓参に訪れる皆様の安全性、利便性を考慮した整備も必要かと思います。第5次総合計画でどのように進められるかお答えください。3、医療制度改革について、括弧1、医療制度改革による変更や影響。今国会において持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保法をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進、患者申し出療養の創設等の措置を講ずる法改正がなされました。中でも国保事業の運営が平成30年から市町村から都道府県に移行することとなったことは大変大きな改革であります。そこで2点お伺いいたします。1つ目、運営主体が県に移行するわけですが、文字通りの県なのか、市町村が負担金を出し合い運営する一部事務組合、あるいは広域連合のような形態を取るのかお聞かせください。2番目に、次の質問でも詳しく触れますが、現在の福祉医療は国、県、市町村がそれぞれの政策判断により税金で賄われておりますが、県に移行することに伴い、福祉医療の仕組み自体は現状のままか、あるいは変わるのかお聞かせください。括弧2、福祉医療の地方単独事業に関わる国保の減額調整措置について、各自治体においては昭和の時代から乳幼児医療費助成制度や重度障害者医療費助成制度などの地方単独の福祉医療制度が実施されているところであり、多くは都道府県の事業として各市町村と共同で実施する形で行われており、対象者の医療保険制度の自己負担分を助成するもので、公的医療保険制度を補完する事業として実施されてきたものであります。最近の傾向としては、少子化対策の一環として、特に乳幼児医療費助成制度について、対象年齢の引き上げ等の取り組みが進められております。こうした地方単独の医療費助成制度に対して、患者の一部負担金を軽減すれば、受診しやすくなる分、医療費が増えるため、波及分については、その自治体が負担すべきものとされ、国庫の公平な配分という観点から、減額調整措置という、いわゆるペナルティが課されております。この波及分に関わる減額調整措置は、昭和59年から実施されているものであり、この間、乳幼児医療費助成制度は、事業内容に差はあるものの、すべての自治体で実施されるようになり、各自治体から廃止要求がなされてきたところでありますが、公平の観点から今なお継続されている制度であります。なお、この減額調整措置は、
あくまでも現物給付方式の場合に適用されるものであり、償還払い方式を取ると減額調整措置の対象とはならず、長野県及び塩尻市においては償還払い方式を取っているため適用されておりませんし、逆に窓口無料化をしない理由の一つとされてきたところであります。地方創生が言われるようになり、特に平成26年度補正予算で計上された地方創生に関わる交付金を活用して、70程度の自治体が乳幼児医療費助成制度の対象年齢の拡大などに取り組む実態も出てまいりました。このような背景があり、乳幼児医療費助成等の地方単独事業に対して、ペナルティとして国保の国庫負担金や普通調整交付金の減額調整措置が行われておりますが、今後、人口減少問題への意欲的、自発的な取り組みを促し、国保の財政運営が都道府県に移行する方向であることに鑑み、こうしたペナルティは見直すべきとの議論が国会にあり、平成27年2月12日には、国保改革にあたっては、国と地方の協議において、今後さらに検討を進めるべき事項として、地方単独事業に関わる国庫負担調整措置の見直しについて、地方から提案も行われており、現行制度の趣旨や国保財政に与える影響等を考慮しながら、引き続き議論していくこととするとされたところであります。本市においても、長年この福祉医療の対象拡大や窓口無料化の議論があったわけですが、減額調整措置の廃止といったことが実現すれば、大きな足かせが解かれ、住民福祉の向上や子育て日本一といった政策に寄与できると考えますが、見解をお聞かせください。4、マイナンバー制度の影響する手続きについてお伺いします。マイナンバー制度につきましては、前者の質問で、だいぶ明らかにはなってまいりましたが、いよいよ間近に迫ってまいりました。新生児から高齢者まで一人一人ナンバーが割り振られ、通知が届くわけですが、何のために必要なものであるか、現時点では不明な点が多く、しかしながら非常に大切なナンバーでありますから、個人における管理の心配があります。運転免許証や保険証のように、必要性が分かれば大切に管理する意識がありますが、何に使うのか周知することが重要と考えます。現状で考えうるマイナンバーがなければできない手続きとは何かお答えください。10月に通知が送付されてきますが、どのような形状なのか、また紛失した際の再発行手続きもセキュリティ上非常に煩雑であり、住基カードの再発行と同様、あるいはそれ以上の難しさがあるのではと聞いておりますが、どのようになるのでしょうか、お答えください。5、新体育館について。長年にわたり議論されてきました新体育館建設も、全校アンケートにより結論が出されることとなりました。市長は新聞報道では、建設費であるイニシャルコストは財政的に塩尻市として耐えうるものであるが、管理運営費であるランニングコストに市民の理解が得られるか確信が持てないという趣旨を言われております。私も全く同感でございます。そこで私は特別委員会でも申し上げましたが、管理運営についてコストダウンできる方法もあるのではないか。近年民間でも体育施設管理のノウハウを持った方がいることから、設計の段階から関わりを持ち、将来を見据えた計画を市民に提示することも判断材料になるのではないかということを申し上げましたが、アンケート実施までには間に合いませんので、仮に建設することとなった場合、同様の提案をさせていただきたいと思いますが、ご所見をお聞かせください。6、公職選挙法改正について、18歳選挙権に向けた啓発と教育についてお伺いいたします。昨年の知事選、市長選から春の統一選まで、選挙一色のここ1年でありましたが、投票率の低下は歯止めが効かず、特に若い年代の政治離れ、選挙離れは深刻な問題と捉えております。この度、選挙年齢を18歳に引き下げる改正が行われているところでありますが、明年の参議院選挙から適用とのことであります。選挙管理委員会、教育委員会、学校現場、生徒、保護者など、当事者にとっても誰も経験したことのない変化であります。
リアリティのある主権者教育をというものが求められると思います。選挙管理委員会、教育委員会は選挙権行使のための啓発教育をどうお考えかお聞かせください。同時に選挙活動も18歳から可能となることから、公職選挙法の学習も必要と考えます。ご所見をお聞かせください。7、簡易水道事業特別会計の経過と統合計画について。奈良川村との合併から10年が経過し、塩尻市としての一体感が定着してきたと感じます。簡易水道事業においても優秀率の格段の向上など安定した経営がなされていると思いますが、平成29年度には公営企業会計への統合が決まっております。改めて合併から経営状況の経過や統合後の経営計画についてお聞かせください。さらに現在は記載資料館に相当する額を一般会計から繰入金で賄っておりますが、記載資料館の年次計画、統合後の繰入金の考え方をお示しください。以上で1回目の質問を終わります。